皆さん、こんにちは。しょりみチャンネルしほです。はい、ということで、今回はね、日光のお土産を紹介していきたいと思います。ということで、日光から帰ってきて私、お土産を4000円分ね、買ってきました。持っていけるのが4000円分までだったので、4000円分持って行って買ってきました。で、その紹介をしていきたいと思います。でね、3カ所ぐらい回りました。お土産屋さんを。一つのお店で全部買うんじゃなくて、点々として買ってったんですけど。楽しかったです。もう、本当に、私、もう最初の4月の方、行けないと思ってたんですよ。コロナで。いや、まさか行けるとはね、幸せでした。本当に。よかったね。ところどころ日程も変わっちゃってたんですけど。源泉とか行けなかったし。そう、雪降ってたんですよ、雪。雪ですよ、雪。初雪ですよ。雪だるま作りました、友達と。作ったんだ。楽しかったですね。はい。ということで、お土産話は置いといて、今回はね、このお土産を紹介していきます。余ったのが100円で、120円ぐらい再選で使ったので、多分、3700円、800円ぐらい使いました。すごいね。思ったより使ったね。結構使いましたね。はい。あと100円で、コイの餌が買っちゃったから、3700円ぐらい。あ、なるほど。はい。早速紹介していきますね。じゃあ、ちょっとカメラ、手元の方にした方がいいかな。はい、ということでね。まず1店舗目で買ってきたものを紹介します。今回はね、食べ物ですね、を買ってきました。まず1つ目は、これ日光カステラ。これ小中高の学生さんは、990円ぐらいから850円まで値引きされるっていうお得な商品で、そのお得さに惹かれて買ってしまいました。しおりとかにもおすすめで出てきてて、そうそう。しかもこれ、金箔入りっていうか、金箔がかかってるらしいの。じゃあ開けてみよう。じゃあ開けてみますね、ちょっと。金箔いらないかなと思ったんだけど、値段がちょっと値引きになるっていうのがちょっと。お土産なんですけど、ママがちゃんと見てるんでね。ちょっと翔ちゃんにあげてもらいます。おみくじ付きだって。おみくじ付きらしいです。開運。なんて書いたのこれ。なんとか福。小福。小福。開けてみますね。箱まで金ですよ。あ、すごい。日光カステラ。あはあはは。はい。こんな感じですね。あ、なるほどね。そういう感じか。ちゃんとしたおみくじが入ってんだね。おみくじ見てみますね。なんだろう。大吉来い、大吉。大吉。じゃあまずおみくじ開けてみますね。開けてみましょう。いきます。はい。いきますね。はい。3、2、1。まだみんな。まだだよ。焦らない。よし、いきますね。あ、見えた。大吉だ。すごい。やった。すごいじゃん。ちょっと大吉だ。ちょっと読みますね。愛情、縁談、恋愛。意気投合して優しいロマンスの花が咲く。今の縁談は良縁、早く求めた方が良い。私好きいないんだよね。あ、こういう感じが。もういきなり、あれなのね。カステラでした。あ、すごい。ここ、ちょっと取ってみるね。わあ、すごい。なるほど。こんな感じです。すごい。金箔が乗ってる。おいしそう。おいしそう。食べる？食べようか。じゃあ食べますね。じゃあ端っこ食べよう。よっ。いただきます。カステラだ。これはカステラ。甘いね。美味しい、甘いね。日光の味がします。本当？どんな味？日光。これこそ日光です。次はね、こちらの日光いちご餅、チョコ餅って言ってね、猿が写ってるお餅ですね。これね、めちゃめちゃ美味しそうでして、本当はいちごだけ買ってこうかなと思ったんですけど、栃木なんで、いちごがね、有名なんですけど、チョコがめちゃめちゃ美味しそうだったので、セットで買ってきました。はい。いちご開きますね。おー。なるほど、こんな感じですね。1個食べてみます。いただきます。いただきます。なんか中に、いちごのなんかクリーム的なのが入ってて。なるほど。おいしい。いちごだ。いちごです。はい、ということで、次に2店舗目に買ってきた商品でございますね。まずね、このね、なんていうのだっけ。キーホルダー？キーホルダー。なんか、思い出した。こちらのまが玉のキーホルダーですね。これは、班全員とお揃いにしました。私がピンク色で、まあ、一人の友達が白、一人の友達が青みたいな。4人ですか？ 4 人で一緒にしましたね。私はピンクにしました。これお揃いなんですよ、みんなと。なるほど。本当はね、キーホルダーとかね、買わないつもりでいたんですけど、友達とお揃いにしてしまいました。もうね、楽しすぎて、買うみたいな。まあ、みんなやりがち。みんなやりがちだよね、これ。みんなお揃いの買ってた。で、こっちは、幸運のパワーストーン的なキーホルダーです。これも一人のお友達とお揃いなんですけど、幸運になれるそうです。あと、東照宮で、竜の鳴き声とか聞いてきたし、もう開運、私もう幸運なんですよ。ここの1週間ぐらい。もう、幸運なんで、さらにこのね、キーホルダーでも、もう万歳幸運みたいな。次は、こちらの手裏剣ですね。これ250円ぐらいでした。確か。なんで手裏剣なの？日光っぽいかなと思って。なるほど。こういう感じでね、ちょっと柔らかい感じの手裏剣です。これ日光江戸村に行ったんですけど、江戸村の烏御殿っていう忍者のね、体験じゃなくて忍者を見れるところがあって、その手裏剣がマジかっこよかった。行ってみてください、本当に。手裏剣です。これすごい柔らかいんで別に怪我とかの心配なしのかっこいいやつですね。これは誰にですか？これ、リミです。妹の。リミちゃんにお土産だ。リミちゃんにお土産です、これは。喜んでくれるでしょ。リミ多分キーホルダーとかよりこういう方が好きかなと思って。なんかね、私あんまキーホルダーとか好きじゃなくて、どっちかというとこっちの方が好きだから、私がね、もらって嬉しい方をあげようと思って、こっちにしてきました。いいですよね。はい、というわけで、3店舗目。3店舗目は、江戸村の中で買ってきたものですね。順々に紹介していきます。まず大きいのが、この、江戸村の、なんか、キャラクターみたいな、ニャンマゲって言うんですけど、ニャンマゲのチョコインクッキーです。これもしおりに乗ってておすすめとして、みんな買ってたので、私もその波に乗って買ってきました。じゃあこれも1個食べてみますね。こんな感じ。あ、丸いね。かわいい。ちょっとふっくら系。ね、こんな感じの。かわいい。いただきます。でなかったら別に見なくていいんですけど。こんな感じのね、中にチョコが入ってる感じ。あ、美味しい。普通に。サクサク。うまかった。次行きます。次はどれしようかこれにしようか。これは、なんか剣みたいな。耳かきですね、こちら。耳かきって書いてあるんですけど。この耳かきを見たときに、真っ先と出てきた人物がいまして、パパなんですよね。パパ耳かき好きで、よく耳かいてるんですけど、こんな感じになってて、耳がかけるというね。すごい剣っぽくない？ね、だからすごいね、かわいい。かわいい感じのね、耳かきになっております。次に、こちら、これはなんか、手裏剣じゃなくてなんて言うんだろうね。名前は知らないんですけど、これもまた忍者が投げるような武器ですね。これはママにあげようと思って。うっそー。これはどうするの？飾り物ですか？いや、別に好きに使ってるだけです。好きに使ってもいいし、飾ってもいいし、眺めるでもいいし。すがしほちゃんのセンスよね。まさかこれ、こういうのかと。別に服に忍ばせといても、カバンに忍ばせといてもいいし。だけど、これも柔らかいんで、こんな感じでふにゃふにゃなので、別に怪我のする恐れがなしなので、本当にちっちゃい子が触っても、口に入れたら危ないかもしれないんですけど、誰でも安全に使えるっていう、そんな商品になっております。そんなところに魅力をちょっと惹かれちゃってね、買ってきました。めっちゃかっこよくね、これもう。でもさ、ママにそれ買ってきて、ママどうしたらいいの、それ。だから、見るもいいし、触るもいいし、眺めるもいいし、カバンとか服にね、忍ばせるのもいいし、もう使い道はいっぱいありますよ。無限大ですか？無限大です。これね、超かっこいい。これ、りみちゃんとね、面白い。ある意味面白い。ここのね、模様がお揃いなんですよ。ある意味お揃いなんですよね、これ。お揃い買ってきました。神に竜って書いてある。うん、めっちゃお揃いです。嬉しいです。やったー！やったー！で、最後は、お土産っていうのもあれなんですけど、おもちゃを買いました。この棒に、これを、つけて、回すと音が出るっていう。なんか、カエルのキコキコハンマーみたいなさ、名前だった気がする。これをね、こうね、このスティックみたいなのにかけて、回すと音が出るんですよ。こんな感じです。これで、これをしながら歩いてる子供たちがいっぱいいて、私もやりたいと思って買ってしまいました。いるよね、テーマパークとかにさ、なんかおもちゃ持っててさ、お揃いが欲しいみたいな、私もやりたい。あれ欲しいみたいな。あれ欲しいみたいな。あるある。で、見つけちゃって買っちゃいました。魅力的ですよね、こういうテーマパークとかね、おもちゃって。でもさ、でもさ、しばらくするとこれどうしようってなるよね。どうしようってなって結局いらなくなるんですよね。そうこう行きか、部屋の片隅にポツンと置いてあるみたいな。そうね、分かってんじゃん。分かってるでしょ。はい、ということで、今回はね、日光のお土産を紹介してみました。ね、ちょっと、まあ、センスが、みたいなのも言われましたけども、すごいね、いい買い物をしたんじゃないかなと私は思います。皆さんもね、ちょっと参考にしてみてはいかがでしょうか。すごいかっこいいでしょ。ということで、それでは、バイバーイ。